おい、金曜日、負けすぎだろ <laughs>。どうも、わしトーク、コウキです。なんでこんな金曜日勝てないのということで、楽天にとってはまだ金曜日が今日訪れたわけなんですけど、今日のゲーム始まる前までで、えー、先週の時点で、楽天はですね、金曜日、 8連敗中でございました。金曜日 <laughs> ?8 連敗だとさ、あの、まあ、1週間ね、皆さん仕事終わって、金曜日、えー、ようやくね、1週間が終わりだというところで、まあ、土日休みの方もね、多いと思うんですけど、金曜日、ようやくね、仕事から1週間終わって、今日はね、プロ野球勝って、え、明日、明後日ね、まあ、気分よく土日がね、過ごしたいと思ってる方もね、多いと思うんすよ。ね。 で金曜日お酒を飲みながら野球を見るという人もね多いと思うんですけどナすか今日負けて9連敗俺たちの土日もっとウキウキさせてくれよって感じでね、えー、今日も振り返りやっていきたいんですけど今日勝ったらライブ配信やろうと思ってたんですけど普通に負けましたね <laughs> 説明 ということでね、まあ、振り返りの動画、これから撮っていきたいんですけど、えー、今日はですね、金曜日ということでね、えー、先週も金曜日から、えー、3連戦、西武戦だったんですけど、今週も西武戦なんですよ。しかも、楽パでね。まあ、あのー、2週連続同じ顔合わせになったんですけど、今日はですね、楽天の先発、マー君ではなくて、えー、上がってきました、 え松井投手、えー、右の松井智隆投手ですね、えー、がプロ初先発ということで、えー、楽天の先発がなっておりまして、で、西武の先発が、今年楽天戦3戦3勝の高橋光成投手ということで、正直、試合始まる前からね、部は悪かったと思います。ただですね、松井投手、好投して、プロ初先発、初勝利。 もうぎ取ってほしいなということで、ちょっとね、その辺も期待しながら見ていたんですけど、ああやっぱ西武打線、強力っすね、試合始まってというところでね、展開の方、追っていきたいんですが、まず先頭の平沼選手に対してですね、プロ初先発、松井投手はですね、フルーカウントとなるも、最後はね、腕を振ったまっすぐで、ハーフスイング、これをですね、スイング取ってもらいまして、 えー、プロ初のバッターね、三振にておりました。いー、プロ初奪三振、おめでとうございますってね、えー、感じで、この段階では見てました。ただ、次の源田選手の時にフォアボールを与えまして、で、ワンアウト一塁でえ、森選手だったんですよね、3番、えー、キャッチャーの。で、森選手の、ま、強めのピッチャーゴロ、えー、ちょっとですね、グローブがどっかに当たって、で、結構当たりもね、強かったんで、弾いたんですけど、 その前に落ちた打球をしっかり取ってですね、あの、ま、体勢あんまね、良くなかったと思うんですけど、しっかりね、ファーストにこう送球してアウトにえしたプレイはね、素晴らしかったですね。あれ結構、プロ初登板のピッチャーとかだとね、冒頭とかね、普通にしてもおかしくないようなえ打球だったと思うんですけど、ま、落ち着いて処理しまして、え、これでツーアウト二塁だったんですけど、ま、4番の山川選手はさすがでしたね。 えー、ここカウントちょっといくつか忘れたんですけど、えー、レフト前にタイムリー打たれましたね、えー。カウントが2ボール2ストライクか。えー、からレフト前にタイムリー打たれて、まあ、プロ初失点ということでね、えー。1点取られてしまいましたが、まあ別にね、これぐらいは強要範囲いんですよ。うん。で、楽天の攻撃なんですけど、えー、先頭のハルキさんがヒットってですね、えー、類出たんですが、コブちゃんがゲッツーということで、コブちゃんのゲッツーは珍しいですね。うん。で、えー、初回ゼロ で2回の表なんですけどえ、中村選手にヒットを打たれた後ですね、オグレディ選手に、ライトスタンドで <laughs> ツーランホームランということで、ね、オグレディ、やってくれましたね、えー。ツーラン打たれて3対0。はい。普通にいいバッティングでした。で、えー、っとですね、ただ2回の裏も、えー、銀次さん、フォアボール先頭。 茂木さんが今日6番サードでスタメンだったんですけど、レフト前ヒット放ちまして、ノーアウト1、2塁だったんですけど、結局無得点でしたね。うん。たけさんがね、ちょっとゲッツーだったというところで、ここ少しね痛かったかなというところなんですけど、まあしょうがないですね。で、3回表もですね、外崎選手にタイム入れたれました。これで松井投手はサイニング連続失点ということで。 まあ、プロの洗礼っすね。うん。3回4失点、この時点で。で、楽天も3回裏もランナー出したけど、珍しくね、今日コブちゃんが2回ダブルプレー打ってましたね。はい。で、4対0とね、いうところで、うん。おやおや。大丈夫か今日のゲームっていうね、感じだったんですけど、ただ4回マウンド上がりまして、松井投手4回ね、初めて、A、0に抑えました。まあ、ランナー出しましたけど、 えーまあ、徐々にね、えー、よくなっていったかなというところで、ま,あ、まだまだ、えー、今日はね、プロ初登板というね段階ではありますので、えー、これからですね、えー、松井投手、また期待して見ていきたいですね。普通にいいストレートとか投げてたんで、うん、まあ、あのこれからがね、また楽しみなピッチャーじゃないかなと思います。ただ、まあ4回4失点というね、えー、結果になってしまって、まあこのまま負けちゃうとね、えー、こう敗戦投手、えー、ついちゃいますんで、まあ、どうにかね、味方。 助けてやってくれるというところだったんですけど、4回にですね、浅村様がバックスクリーンに飛び込むホームランということで、アウトコース高めだったかなと思うんですけど、ここは素晴らしいバッティングでしたね、浅村様。ようやくね、反撃のこう、のろしというか、1点取りまして、これで4対1ですね、3点差になったんですけど、5回は両チーム無得点で、えっとですね、6回裏だね、6回裏。うん、ここなんですけど、 え、簡単に2アウト取られたんですが、浅村様のフォアボールをきっかけにですね、え、高橋光ー,ー投手も、普通に楽天ファンの目線で見てもですね、いい球投げてるなというね、結構際どいコースを、ま、ことごとくボール判定されまして、ま、楽天としてはラッキーだったんですけど、あれ高橋光ー,ー投手からしたらね、結構ね、たまったもんじゃないような、 反転、えー、をね、いくつかあったかなというところで、結局、浅村さんはフォアボールのあと、えー、3者連続フォアボールで、ツ、えー2アウト満塁。で、バッター、茂木さんなんですけど、ここもですね、えー、押し出しのフォアボールというところで、えー、高橋光成ーー投手はね、マウンドを降りました。ちょっとこの回はですね、審、え、判、ー、めっちゃ厳しかったですね、うん。俺は高橋投手、かわいそうな感じ、ちょっとね、ありましたね、正直。で、変わった佐々木投手から。 えー、たけさんが、えー、しぶとくセンター前にゴロ、抜けるね、打球で、えー、これで同点に追いつきました。4対4。を今日はいけるんじゃないかというところでね、えー、この振り出しに戻った段階ではね、結構期待値が、グイーンとね、ファンも上がったと思います。楽天ファンも。そして、松井投手の、えー、負けも消したということで、これ松井投手ね、持ってるんじゃないかなと思いました。 これは今日楽天勝つ流れだろうってね、思って見てたんですけど、まあ、7回はね、両チーム無得点で、8回ですね、えー、ソラネロ出てきたんですよね、ソラ君が。で、ワンアウトの後ですね、またゴグレディ。いいよ。1日にね、2本もホームラン打たなくていい。うん。<laughs> ということで、勝ち越しのソロホームランされちゃいましたね。<laughs> 空君はこの間のロッテ戦もね、そうでしたけど、まあ、僕個人としてはね、まあ、今日のホームランもね、まあ、本当は打たれちゃいけないホームランですけど、まあ、しょうがないかなって感じですね。ただ、まあ、球自体はね、結構普通にいい球投げてたんで、今日は打たれちゃいけないバッターにホームランね、打たれちゃったなっていうね、感じでしたね。これも勉強っす。うん。まあ、空くんが打たれる分には、まだ問題ないですね,ね。本当は問題ないって言い方あってるかわ分かんないですけど、僕個人としてはね、 そらくは、まあ、勉強のまだね、時期かなと思いますんで。うん、僕個人としてはねま、まあまあしょうがないかなっていう感じに落ち着きました。で、8回は、えー、平田投手マウンドに上がって三者凡退。で、まあ、1点差増田投手だったらワンチャン同点あるいは、まあさよならもね、期待できるかなっていうね、えー、ところだったんですけど、9回表、<laughs> 変わった酒井投手、<laughs> 三失点。森選手に、 左中間にタイムリーツーベース打たれた後ですね、山川選手、構えてて、この辺にボール来てさ、避けたらさ、バットのここに当ったって、なんか、危うくファウルっていうかね、たまたまファウルになったね、危ない球あったんですけど、その後に、普通にレフトスタンドの表もなランということで、危険球もどきの後しばかれましたね。これで3失点。8対4。これはもうゲーム決まっちゃいましたね。うん で最後は森脇投手出てきて、えー、茂木さんがね、まあ、ラッキーなツーベースで塁、えー、出たんですけど最後は、えー、田中孝也選手が三振ということでゲームセット金曜日9連敗なんすか金曜日行くファンいなくなるぞ、うん、っていう本当ぐらい負けまくってますね、うん まあそんなに僕も金曜日っていう土日の方がやっぱね、個人的に観戦行く日多いんで、まあ土日買ってほしいなっていうところなんですけど、金曜日もさ、ね、仕事終わりのファンが見に行ってるんですよ明日から休みだというところで、今日プロ野球買って気分よく酒飲んで寝て土日だというところで、9連敗。もう勘弁してください。え来週の金曜日ってどこと対戦なの えー、来週は金曜日。あ、金曜日、来週、試合ない、ないのあマジで来週の金曜日、試合ないですよ、楽天ファン。これは、あれですね、まの金曜日、一周逃れられましたね。もう、それだけで僕、嬉しいです。はい。金曜日、試合ないんだ、来週。知らなかったわ。うん、というところで、金曜日。皆さん、来週は悔しい思いせずに済みます。はい。もう、これちょっと知れた時点、ちょっと嬉しくなっちゃったんですけど。 それでもね金曜日はゲームがやってきますんででその翌週がですねあまたセーブじゃん今度ベルーナドーム、うん、これオールスター前オールスター前の最後の3連戦かなだと思うんですけどオールスター前に止めようぜ、うん、後半戦入る前にとりあえずベルーナドーム行こうかなちょっと迷いますねこれ。 ベルナなんで、ワンチャン、ちょっと、22、3、4、どっかね、試合見に行こうかなっていう感じなんですけど、金曜日はちょっと見に行きたくないですね。<laughs> うん。っていう風になっちゃうんですよ、ファンは。正直。うん。西武ドームの22から24の3連戦ありますけど、ちょっと金曜日は見に行きたくないですね。<laughs> マジで <laughs>。ちょっと負けそうなんで。でなっちゃうんだよ、ファンは。ねだから、うん。コンスタントにね、勝とう。うん。っていう感じですね。 はいまあ、松井投手は今日ね、あのー、4回は失点でしたけど、まあ、これからがね、また楽しみなピッチャーがね、1人出てきたと思えばね、いいんじゃないかなと思います。うん、あの最後のね4、4イニング目はね、無失点抑えてましたし、うん、まあ、慣れればもっともっとね、球もスピード出ると思いますんで、これからが楽しみですね。そらくんは勉強っすね。うん、僕はそらくんをね、攻めることは特にないので、うん まあ、一発打たれるバッターにはね、やっぱりどんなに速いストレートあってもね、えー、持っていかれちゃうんだなっていうのをね、今回学んでもらえたんじゃないかなと思います。うん。空くんは、空なのになるんで、これからね、えー、もっともっと飛躍のために頑張ってほしいですね。まあ十分今でも頑張ってくれてるんですけど、さらに高めを目指してもらいたいですね。ってな感じで。今日そんなもんすかね。うん。そうだね。まあちょっと。 なかったらコメントに書いと,いてください、はい、とりあえず金曜日の連敗再来週止めてそれだけということで、えー、動画の方終わりたいと思いますどうもありがとうございました